はい、どうも、あの日の少年です。私だけいれば問題ないよね。続きからやっていきたいと思います。まあ前回ね、このヒロイン5人をついにクリアして、今、リリアンを、ついに、一番近くにいたのに一番恋をしてこなかったリリアンとの恋愛中です。まあ前回ね、リリアンの妹がストーカーっていう疑惑が出て、終わったんだよね。明かされる正体エピソード3やっていきましょう。いやー、さっきは悪かったな。そう、ストーカーに追われててね。大変だったーってなって、一体誰なんだってなったら、リリアンの妹が出てきて終わったんだよね。それじゃあ詳しく聞かせてもらおうか。本当だよ、あの子は誰なんだ？なんとなく察しはついてるけど。まあ、本当に察しはついてるな。もうね、なんか憎たらしい顔以外はマジでそっくりだった。てか、妹の方が可愛かった。マジで？あの子な、ノノっていうリリアンの、妹なんだわ。今、海外にいるんじゃなかったの？そうじゃないかと思ったわ。これは勢いよく言う意味がわかんないからな。確かに海外にいるっていう話だったよね、リリアンの話だと。なんだ。それが、リリアンも知らなかったんだが、数日前から日本に来てたらしいのは。いや、もうほんとめっちゃビビった。言ってくれればいいのにね。昨日の今日でお前通信してたのにそのこと言わなかったんだ。妹、なんでお前を尾行してたんだ？日本へはどうして？一緒にゲームしてたのに話せなかったのか？そう、一緒にゲームしてたのに。ちょっと話さなかったのかよ。あんまプライベートの話はしないのかな。今思えばなんか言い淀んでいたような気もする。ののちゃんとは長い間会ってなくてな、いつもチャットで話すだけだったんだわ。だから向こうもなんて声をかけていいかわからなかったっぽくて、結果的にリリアンを尾行する感じになってしまったらしい。ああ、よかったね。ちゃんとした理由があるじゃないか。ああ、願いも、変だと妹も言う。変ではねえよ、別に。ちょっと人見知り入ってんだろ。なんだそりゃ、僕の巻き込まれぞ。それだけは理由じゃないだろ。探偵かよ、お前。ちょい。勝手に動くんじゃねえよ、コントローラー。実はアバーだ、ある、ドン。ののちゃんはリリアンのことをすごい姉だと思ってるよ、多分。それで緊張してたとしか、間違ってはないんだけどな。おそらく誤解があるというか。そうだな、バイト中に、もう人目もはばからずゲームできるのはすごいと思う。お前のことだってデタラメな自慢話してただろ。あー、なんか聞きたくない。すごい姉とは具体的に。どうせそんなところだろ。まあ、あることないこと妹に吹き込んだんだろ、自分の。全部がデタラメちゃうわ。例えば、バイト先のコンビニはリリアンのおかげで旅立ってるとか。逆だろ。使えない後輩の面倒見てると、俺のことじゃねえよな。お客さんはほぼリリアン目当てとか、ライト目な冗談も入ってたはずなんだけどな。嘘つ、ほら吹き野郎じゃねえか。使えない後輩の面倒。はぁ、お前ってやつは、よくもそんな嘘を並べられたな。俺のことじゃねえよな。リリアン。そうだよな。なんだその絵文字は。まあ、それだけなら可愛いもんだったんだが、一つ最高にやばい勘違いをしてるんよ。一つやばい勘違い？なんだ？うわ、聞きたくない。これ以上の勘違いってあるの？勘違い？確かにこれ以上ない勘違いを。彼女はしてるってんかい？あるんだな、これが。すげえ自慢げに話すけど全然すごくねえからな。ちょっと言いにくいんだが、ピン子がリリアの彼氏だと思ってるっぽくてな。おー、ほう、なるほどね。なんでそうなる？は？否定しろよ。もしかして手つないでるところを見て。あれは手つないでるっていうか、ちょっと違うよな。リリアが足遅すぎて引っ張る形になってた。まあ、ツンデレ入れてみっか。は？否定しろよ。てか、リリアンも多分、ティンコのことそんな好きじゃないよね。いや、あまりにもキラキラした目で聞いてくるもんだから、否定しづらくて。それでな、頼みがあるねん。頼む、リリアンを助けてくれ。関西に憧れてるんかな、リリアンって。自分で撒いた種は自分で何とかしろ。助けるって何を？嫌な予感。断る。だが断る。まあ、確かに何をだよな。まあ、分かってはいるけど、あえて聞くわ。それは、リリアンの口から聞きたい。リリアンの文章から聞きたい。実は、ののちゃんがティンコを紹介してほしいって言ってるんだわ。なあ、ちょっとでいいから会ってくれ。話し合わせてくれるだけでいいから。
嘘の片棒は担ぎたくないね。やだ、断る。はぁ、なんだ僕はそんなこと。そうだな、自分が蒔いた種は自分でね、なんとかしろっていうことですよ、リリアンちゃん。はぁ、可愛いスタンプ使い寄ってからに。いいか、嘘には2種類ある。人を傷つける嘘と優しい嘘だ。リリアン、ティンコなら助けてくれるって信じてる。だって、俺たちの仲だろ。すげえな。エピソード4、ミッションタイム。かっこいい。かっこいいな、ミッション。俺がコンビニの店長になって5年。ほ？思えばこの5年間いろいろなことがあった。客が減って閉店の危機に陥ったこともあったし、台風にも負けず営業した日もあった。これ店長の心情かな？そんな俺でも今目の前で起こっている事態を目にするのは初めてだった。お願いします、そこをなんとか。クソ、かくなる上や。なんだと。店長何を言われたんだ、リリアに。それは数分前に遡る。レジの対応を終えた俺は備品の補充をするべく店の倉庫に入ろうとした。ドアの前に立ったその時、中から話し声が聞こえてきたんだ。なんだ、倉庫には普段誰もいないはずだが、もしやまた佐々木が仕事をサボって遊んでいるんじゃ。もしそうなら叱りつけてやらねば。そう思った俺はドアの上に手を伸ばした。次の瞬間、よろしくお願いしまーす。サマーウォーズだ。ビッグ。突然室内から聞こえてきた声に立ちろぐ。なんだ、まるで人類の命運をかけたエンターキーを打つかのような。サマーウォーズですね。この声は佐々木だか、一体。怪しんだ俺は中の様子を探るべくゆっくりとドアノブを引いた。部屋の中に広がっていた光景、それはなんだ、一体何が広がってんだ。クソ、かくなる上は。中を覗くとティンコの背中越しにおでこを床にこすりつけて土下座する少女の姿が飛び込んできた。俺は突然の光景に目を見開き、開けかけたドアの手を途中で止めた。土下座しているのはこの店きっての問題児、佐々木。それはプライドなんてみじんもない完璧な動画だった。土下座の説明いいよ。というか、これは一体どういう状況だ。二人の話に聞き耳を立ててみる。どうやら佐々木がティンコに何かを懇願しているようだった。二人とも俺がドアの前にいることには気づいていない。おい、土下座はやめろ。店長に見られたらまずいだろ。じゃあ、例の件考えてくれるんか。それとこれとは話が別だ。うん。続行するな。頼まず。どうぞ、佐々木、一生のお願い。いや、そう言われても、何度目の一生のお願いだよ。頼みを聞いてくれるなら何でもするぞ。こうなったら、エロい何かでも。じゃあ、断らんわけにはいかんな。おい、他の人に聞かれたら誤解を生むような言い方やめろ。そんなことをさせるか。どんなに言われたって僕の考えは変わらないぞ。そんな、もう、リリアに興味はないってのかい？これまでの関係は遊び？まさか、こいつができてたのか。だから紛らわしい言い方やめろ。本当は店長とかに聞かれたらどうすんだよ。大体なんで僕がお前の妹に会わなきゃ。そんなこと言わずに。妹はとってもいい子だから。ティンコもきっと気に入ってくれる。ちょっと会ってくれるだけでいい。あとはリリアンがなんとかするから。いいんじゃないの、妹に会うぐらい。佐々木はティンコに妹を会わせようとしてるのか。一体なぜ。はっ、まさか妹とくっつけててもティンコをつなぎ止めたいってのか。佐々木、そんなにまでティンコのことを。いや、店長なんか本当にこう、なんだ、紆余曲折を経た勘違いにも程がある解釈をしておるぞ。これまでお前がティンコを足毛にしていたのは少しやりすぎな感じもしていたか。それは全部お前なりのスキンシップだったってことか。お前ってやつはなんて不器用なんだ。その時俺の頬を一筋の涙が伝った。純粋すぎるだろ、店長。俺自身が不器用だから痛いほど佐々木の気持ちが分かったのだ。涙はもう枯れたと思っていたんだよな。ち、この野郎、こうなったら、うんと言ってくれるまで動かん。お前にはプライドってもんがないのか。き、そんなものあったって何の役にも立たねえ。リリアンは目的のためなら手段を選ばない女。佐々木、俺はお前のことを誤解していた。どうしようもね、何やらせてもダメなやつだと思っていたが、その諦めの悪さ、見せてもらったぜ。本当はすぐにでも駆け寄ってお前の味方をしたいが、だが、これは二人の問題。俺は静かに見守るしかないだろう。手にかけていたドアを音を立てないようにそっと閉め、一人、レジへと引き返す。ただな、祈ってるぜ。お前の頑張りがティンコに届くようにってな。なんやこの話。何とぞ。絶対店長の心情いらなかったろ。だから、いやー、だって、いつまでもこうしてるつもりか。じゃあ、さっさとうなずけよ。そしたら土下座なんかやめてやるわ。引き下がる気配のない佐々木に僕もだんだん疲れてきた。
どうしても？どうしても？てか、ティンコ別に断らなくてもいいよくね。仕事でも何でもする。だから。いや、仕事はちゃんとしろ。大体どうしてそんな嘘をつく必要があるんだ？素直に違って認めれば。それは、確かにね。嘘って言えば、まあ、丸く収まる気もしないでもないな。佐々木がようやく顔を上げる。伏し目がちで少し照れくさそうだった。あの人、お姉ちゃんの彼氏って聞いてきた時のののちゃんの顔が、とっても輝いてたんだわ。あんな目を向けられたらなんか否定できなくって。妹思いの優しいお姉ちゃんなのかな。これでお姉ちゃんの将来も安心。のの、心配してたんだ。そんなこと言ってくれる妹の優しさを考えると嬉しくて。うっ、ののちゃん、優しい子に育ったな。なんか妹の気持ちが分かった。妹、姉の将来をすごく心配していたんだろう。確かにいい子だ。あれ、ていうか佐々木がダメ姉って気づいてるのでは。佐々木には言わないでおこう。だがしかし、そんな優しいののちゃんもすぐに向こうに帰ってしまいそう。それまでにののちゃんの望みは極力叶えてあげたい。姉はそのためなら何だってするのさ。なるほど、そういうことが。はぁ、しょうがないな。あ、今回だけだからな。お前の嘘に付き合ってやる。マジで？ドキるとか言わない？言わない。その代わりにちゃんと働けよ。わかったか？よっしゃー！佐々木リリアン、働きます！ティンコとリリアンのニセ恋同盟発足だな。姉の威厳は君の両肩にかかっているぞ。確かに。某アニメも金髪美少女だったしな、ヒロイン。その言い方はやめろ。あと自分の尊厳を他人に委ねるな。で、具体的には何を？今度の土曜日暇か？まあ暇だけども。よっしゃー！ショッピングに行くぞ。ショッピング？うむ、ナナちゃんが買い物に行きたいらしいね。それについてきてくれ。その時は、とにかく、リリアに話を合わせろよ。わかった？わかったよ。よっしゃ！じゃあそろそろ戻るか！いつまでもここにいると、ボスに怒鳴られそうだし。だな。話が一段落ついたところで僕たちは倉庫から出た。やべ、ボス怒ってんじゃね？お前先行けよ。やだよ、なんで僕なんだよ。だって後輩だろ？先輩の言うことは黙って聞けよ。こいつ！僕とサスキは恐る恐るレジカウンターの中へ入り、黙々と作業している店長のそばへ立った。すいません、ちょっと休憩長くなっちゃって。あとは僕たちがやりますから。店長が無言のままこちらを振り向く。やばい、もしやばい、折り返しモード。あの、すいません。え？店長は笑って僕の肩を二度叩いた。言って気にするな。はあ、あれ、なんだか妙に優しいぞ。少し肩透かしを食らった気分だ。ふひょー、正直怒られると思っちゃったから助かった。佐々木。え？俺はお前を応援してるぜ。ん？店長はそう言うと、目頭を押さえながら倉庫の方へと歩いていった。そう、あの話で感動できる店長がすげえよな。なんかキモいな。なんでやろうだ。おい、店長の気持ち汲んでやれよ。うん。ティンコを同情すんじゃねえよ。土曜、人で賑わう公園のベンチ。俺は佐々木たちが来るのを待っていた。本当は大学の課題やることはいろいろ溜まっているのに、ちゃちゃっと終わらせて帰りたい。いや、帰ろう。うん。そう思いながら二人が来るのを待った。早く来い。来ない。約束の時間はもう30分過ぎている。うわー、結構過ぎてますね。また遅刻してるし。さっきから何度もLINEでメッセージを送っているのに既読がつかない。もう少し待ってみるか。ティンコ、いいやつだな。来ない。さらに30分待ってが、未だに現れる気配はない。1時間だよ。待ち合わせ場所が違ってるのか。と思い何度も確認したが、合っている。あと少し待ってこなかったら帰ってやるからな。俺はね、頼んで来たのに遅れるって結構なやからですよ。もう一度メッセージを送るべくスマホを取り出す。とふと僕の方にかけてくる足音に気がついた。予約か！音のする方向へ振り向く。遅れちゃってごめんなさい。かわいいな、やっぱり、ののちゃん。ほら、お姉ちゃんも謝って。すまんな。あと、ログ本もらえねば、無料10連。最低だな。そこには寝ぼけてるのか、半開きの目をした佐々木と先日の女の子が立っていた。あの、お姉ちゃんが全然起きなくて。あ、うん、そうじゃないかと思ってた。あはは、私、ののって言います。いつもお姉ちゃんがお世話になってます。うわ、そんなに頭下げないでいいよ。佐々木から聞いてたし。礼儀正しく深々と頭を下げる少女、佐々木の妹、ののちゃん。一回りくらい佐々木より小柄だけど、なんというか、身にまとっている雰囲気は少し上品で。綺麗な佐々木という表現はぴったりな気がした。そっか。汚れをすべて絞り切った佐々木なんだね。リリアなんだね。僕の方こそよろしくね。うん。お兄ちゃんって呼んでもいいですか？急だな。初対面だぞ。別にいいけど。じゃあ、そう呼びますね。今日は一日よろしくね、お兄ちゃん。すごい。隙
キンシップすごいな、この子。悪い気はしない。妹というのは素晴らしいな。連れて帰りたい。すごいな。お前の欲求もすげえな。初対面だぞ。とか考えてる、お前の心情かい。全然思ってないし、実際、妹っていいよね。人の心を勝手に読んだ。全然思ってないよ、俺。思ってないから。思ってねえし、勘違いも甚だしいし。カズキ、やっぱり二人はとっても仲良しなんですね。息が合ってる感じがします。いや、そんなことは。麦。あ、サスキに腕をつねられた、ののちゃんから見えない格闘で。今日は話し合わせろって言っただろ。わかった。そうそう、お姉ちゃんたちめちゃくちゃ仲良しなのさ。のの知り合うくらいには仲良しだよ。うん、しょっちゅう LINE してるし、そうだな、はは。のの知り合うくらいには仲良しさ。まあ遠慮しない中ってことさ。そうなんだ。お姉ちゃんにお兄ちゃんみたいな人がいるなんて。のの嬉しい。お姉ちゃんのことを心配してたから。ふん、ののちゃん、心配しなくてもお姉ちゃんはモテモテよ。嘘つけ。それじゃあ行くか、佐々木。まずはどこに。そんじゃま、ののちゃんが行きたいって言ってた洋服屋さんから行くく。わー、こっちで売ってるお洋服は可愛いものばっかりで楽しいです。選ぶだけでもすごく目移りしちゃう。お兄ちゃん、待たしちゃってごめんね。なんか違和感あんな。いや、全然大丈夫だよ。それにしても本当にいい子だ。僕に対しても気を使ってくれるし。さっきからゲームばかりしてるこいつに爪の赤を煎じて伸ばせたよ。お前マジか。妹いんのに結局やること変わらねえじゃねえか。お、レベルアップ。もう、お姉ちゃん、ゲームばっかしないで。いやー、今のうちに体力消費しとかんとサイクル狂っちゃうから。佐々木は妹の前でもいつも通りなんだな。この間の姉の尊厳とか言うから、いい姉を演じてるのかと思ってたらそうでもなかった。そうだね、普段の佐々木を大麻見せてるね。この間佐々木が言ってたののちゃんにすごい姉だって思われてるって話も、二人のやりとりを見るに、多分佐々木が勘違いしてるだけな気がする。そうなんだ。そういえば、なんでお兄ちゃんはお姉ちゃんのことを名字で呼んでるんですか？え？さっき、佐々木って、おいこら！という顔。佐々木で慣れちゃってて、ちょっと恥ずかしくて、ねえ、リリちゃん。急に。二人の時はリリアンって呼んでるよ。まあ、俺に合わせてもらおうかな、リリアン。二人の時はリリアンって呼んでるさ。そうそう。そうなんですか。二人の間で通じる呼び方があればいいですもんね。そうだよ。プルプル。佐々木はなんだか笑いをこらえているかのようなよくわからない顔をしていた。あ、今度はあっちのお店に行きたいです。いいよ。これは予想以上に過酷。次にやってきたのは靴屋さん。みんな大好き DEF マート。デフマートかな。佐々木とののちゃんが靴を見ている間、僕は二人のそばについていただけだけど、佐々木が姉妹で話すのを見るのはちょっと楽しかった。ほう。普段ならこういうイベントをめんどくさがりそうなやつなのに、確かにね。時折案外姉っぽいところが出てきたりして、新しい一面を見てきました。お姉ちゃん、ありがとう。ふん、気にするな妹よ。これが姉パワーってもんさ。へえ、佐々木が買ってあげたのか？おいおい、リリアンだって働いてるんだぜ。こんなぐらいちょろいもんよ。本当はその金で課金したかっただろう。やるじゃん、さすがお姉ちゃん。まあな。たぐリリアンなんだと思ってる？妹に靴買う会社くらいあるわ。お前大体前借り頼んでたろ。この前課金に困って。お姉ちゃんたらお兄ちゃんと話すとき楽しそう。ちょ、そんなことな。なんで白目向くの。おい、骨出てる。そうなんだよな。息ぴったりすぎて怖い。すごい。怖いよ。もう目が死んでるもん。佐々木の体がプルプル震えていた。そうか。お前も何か我慢しているんだな。ののちゃんはまるで僕と佐々木を試すかのごとく話を振ってくるのだ。佐々木、こうなったら最後まで頑張って耐えろ。気づいてんのかな。これがニセ恋だってことに。ののちゃんは、最初は嫌々だった僕も、今や佐々木に同調してこの関係を演じきっていた。のの、二人にお願いが。なんだいののちゃん。あのね、二人の恋人っぽいところが見たいなって。え？今日はあんまりそういうところ見れてない気がして。え、そんなことないよ。さっきからののちゃんの見えないところでアイコンタクトの嵐さ。アイコンタクトの嵐ってそれ恋人っぽいか。話を合わせろ的な意味のアイコンタクトだけどね。でも今日は二人が手繋いでるところも見てないし。付き合ってるなら普通手くらい繋ぐよね、この前みたいに。なんとかしろ、という目。足りめえだろ。手は繋ぎたくない。背中に手を。ちょっと恥ずかしくて。足りめえよ。手繋ぐのは。まあほら、手繋がないのライトな関係じゃないからさ、うちら。
佐々木が少しずつ壊れていってる。今日は本当にありがとうございました。なんやかんやってうまくいったっぽいですね。お兄ちゃんのおかげですっごく楽しめました。そうか、ならよかった。その分僕と佐々木はものすごく体力を使ったけど、佐々木なんてもう完全に壊れている。お姉ちゃんはすっごく喜んでます。喜んではねえよ。喜んでいるのだろうか。あのお兄ちゃん、最後に一つだけ聞いてもいいですか。ん？お兄ちゃんはお姉ちゃんのどこを好きになったんですか。面白いところかな。ちょっと待って、待ってバカっぽいところバカっぽいところだよ。超面白いね。もう純粋無垢でバカっぽいところだよ。ちょっとわかる気がする。そこが可愛いんですよね。妹も同じこと思ってんだ。なんなんもう、なんなん。佐々木が膝から崩れ落ちた。なんかごめん。リディア、お姉ちゃんにお兄ちゃんみたいな人ができて嬉しいです。ノノはもうすぐ帰っちゃうけど、お姉ちゃんのことお願いしますね。お姉ちゃん、一人じゃ本当にダメだから、絶対、絶対幸せにしてください。じゃないと、ノノ、怒っちゃいますから。任せといて。ダメってちょ、ノノちゃん、リディアのことそんな風に思ってたん？あれ、もっと尊敬されてると思ってたんだけど、あれ。ノノちゃんがいい子すぎて今になって嘘をついていたことに罪悪感を感じる。でも佐々木が望んだことだし、ノノちゃんを安心させるという意味では間違っていないはずだ。こうして僕たちはなんとかこの一大ミッションを乗り切った。これで僕の役割は終わりのはずだった。ほう？まだ何かある。今日は疲れた。佐々木たちと別れ家に帰ってきた僕は自室で一息ついていた。誰だよもう。ライムを起動するとメッセージは佐々木からだった。はい、ってことでね、まあ、ののちゃんがすげえ可愛い回だったな。でもね、これ、佐々木がね、俺に全く気がないから、こっから、なんか、急に俺のこと、ティンコのこと好きになるとは思えんけどな。まあ、次回を楽しみに。